それではご質問をお受けいたします。はい、毎日放送です、あの大阪の特別区への講義が、2025年の1月1日というふうに、方針が固まっているということなんですけれども、受け止めをお願いしたいと思います。まあ、受け止めというか、そこが一番よりベターな、時期だという判断を今しています。改めてなんですけれども、なぜその1月1日がいいというふうなお考えなんでしょうか。まずやはり、住民生活に直接影響をする我々、基礎自治体ですから、でそのさまざまなサービスは今はもう、いろんなテクノロジーのシステムによって、ね、サービスが成り立ってますから、そのシステムをきちっと構築するには一定の役所の休みの期間が必要。もうご承知のように、役所が休めるのはあの正月だけですから、お盆とかはこれ暦通りなんでね。そういうことを考えたときにはやはり、年末年始に、サービスを、システムを、きちっと作り上げる、その時間がやっぱり、年末年始なら取れるから、そういう時期を設定しようという判断をしたということです。やはりその万博前に新しい形にしておくべきだというふうなお考えは今、僕は、万博をね、やっぱりこの世界とこう渡り合えるこう大都市大阪で、だから大阪都という、そういう大都市でね、こう万博を開催をしたいと思ってます。すみません、新聞の片側です。都構想に関連して、大阪府の部局を20前後の部局に再編するという案が一部報道されてますけれども、この検討状況について教えてください。いや、これは例えば大阪消防庁だとか大阪水道局だとか、広域でこれ、いや大阪市側から広域の仕事として大阪府に移していく、仕事があるわけだから、それの受け皿として大阪府はそれを受けてこう運営していく組織体制を作っているということです。20程度の部局というこの規模感についてはその程度で考えてらっしゃるんでしょうか。その程度になるんじゃないかなと思います。東京と比べてもね、やっぱりこう効率的にね、あまりこう細分化されすぎない形でね、組織の体制はプランを出してると思いますけどね。新設される部局というのもあるかと思うんですけれども、新設それから再編というのにあたって、特にどういう点を重視してこう新しい組織を作るべきだというふうにお考えでしょうか。だからこれはもう広域自体としてね、事業がスピード感がある中でね、適切に、執行できる、そういう規模感が一番だと思います。読売新聞の月です。先ほど行われていた大規模事業リスク管理会議なんですけど、嫁島の土地造成事業ということで、今日どういったお話があって、どういう指摘があったか教えていただけますか。委員の先生方からのもうこの事業に対しての最大のリスクヘッジはいい事業者を選ぶ国だという意見が多かったです、だからいい事業者を選ぶためにはもうそもそも日本で初めての IR の事業なんだから、これはもう大成功させなければならない。そのために一番重要なのはいい事業者を選ぶことだ。それがリスクヘッジの、一番の肝だ。こういうお話でしたけど、その中でやっぱりいい事業者、投資意欲を持って、大きな投資をしてくれる、そういう事業者を選ぶためには、最初の
こう初期負担はね、あの土地をのこう購入の土地の使い方について、初期負担についてはやっぱり、できる限りね、抑えるべきではないのというようなご意見もありました。だからまあ我々が言ってきた売却ではなくて、長期の定着で、引き続き大阪、府市が、もう事業に土地所有者としても事業に携わる形でね、事業者のモニタリングをしながらね、リスクを抑えながら、まあ、IR 事業を長期にわたって成功させたい、まあ、その方向で、意見が取りまとめていただきました。外部リスクの話だったと思うんですが、その財務リスクを提示するためにいい事業者というのは、そのちょっともう少し具体的に教えていただけるか。いや、だから結局やっぱり財務体質がいい、そういう事業者をね、これから RFP の中でね、ヒアリングしながら見つけなさいよということです。これは今後出る、事業方針にも盛り込まれていくようなことなんでしょうか。そのいわゆる財務体質について、事業者側に財務体質の権限なものを取っておく。それは財務体質は財務状況については資料を提出いただきますから、そこで判断させてもらいます。条件にするようなものではない。いや、そもそもその財務体質悪いところは手を挙げないと思いますけどね。投資できませんから。IR 関係なんですけれども、関係で松本会長が昨日会見で、部分開業には否定できない件と言われたということで、万博に悪影響が出るようなことはやめてほしいと、逆の断念みたいなんですが、この主張はどうありでしょうか。これはIR 事業も万博事業も、両事業とも、成功させるのが、我々のミッションなので、どちらかがどちらかの負担をするということにならないように、これから、詰めていく、要は具体的な工事のやり方とか、そういうものも詰めていきたいと思っています。その経済界側とその行政との間でのやり取り、調整というのをこれから詰めていくということですか。いや、もちろん詰めていきますし、松本会長とは絶えずやり取りしてますし、会長も僕も同じ方向を向いていると思っています。その会見の中で、万博は国の威信をかけてするものだけど、IR は国の威信をかけたものではない、プライベートなものだと思いますね。いや、もちろん万博は国家事業ですから、ただ IR は、この大阪の経済を、万博後も、牽引をしていく、そういうこう、にぎわいの拠点作りですから、これは、どちらが上下の、どちらが、こう重要というよりは、2つとも成功させる、それが我々のミッションと思っています。先生、NHK です。奈良県の三宅町の森田町長が無期限で時短 の, 育休を取る今日長官に載ってたんですけれども、自治体の首長がこういう育休を取ることについて松井市長はどう思いますか。僕はね、それほど首長は暇じゃない、そういう時間取れる首長を羨ましいね。まあ僕がもう年も年だからこれから育休はもうないと思うけどね。でもやっぱり介護とかそういうところはこれからね、やらなければならない立場になるかもしれんけど、昔ね、高槻の市長でね、奥さんがね、そういう介護が必要になった時にね、市長の代わりはおるけど亭主の代わりはおらんと言ってね、市長を辞めてました。僕はその市長の方がやっぱり現実に見合ってる、と思いますね。松井市長が、
さっき育休を今後取ることはないとおっしゃられましたけど、もし取る立場だとしたら、こういう取り方はされない？うん、そういう取り方は、あの子育てに参加しないということではないけども、あの仕事を、一定期間、まあ、休める、首長の仕事ってそれほどその時間取れるもんじゃないと、もう副部長やってきて、それが僕の実感です。よろしいでしょうか。では終了します。続いて政務の質問です。質問がある者はよろしくお願いします。よろしいでしょうか。ありがとうございました。